法上直貞は戦国時代の武将で法上宇治政の子。妻は法上宇治則の娘。子は男子に法上支持。死亡とは同母兄にあたる。父、宇治政の弟、宇治国の長男東国丸は天正十一年三月に死去し、次男亀丸は武将として生きていくのが難しく出家した。三男光福丸が誕生しているも後に溶接。そこで、 後継者不在となった宇治国に対し天正11年か12年頃に養子入りしたとされる。原服時期は明確ではないものの、天正18年の小田原合戦の際には原服して、かな、新太郎を称していたことが確認される。長兄の北条宇治直から一時を与えられて直さだと名乗る。小田原合戦後は宇治直に従って、高野山にて転生、翌度19年に赦免されると、 同じく社面されたとみられるが、宇治国との養子関係は解消されたとみられ、出家して両案と称した。文禄4年には連続して大阪にいた可能性が高い。しかしその後の動向は不明。この指示の代からは、家康の柔軟、頼信の家系に使え、指示の子、失念、養子、姿勢、試験まで確認できる。ありがとうございます。